もうすぐ会えなくなりそうなのが寂しいこの馬娘たちに対するみんなの反応。ナイスデザインだがもうすぐ会えなくなりそうなのが寂しい。モンジューもリガントーナもデザシューで好き。モンジューはいくらでも出番ありそう。オベニュスのデザインはここで終わらすにはあまりにも惜しい。本当に高校生ですか？リガントーナは多分違う。リガントーナは掘り下げが足りてないから他のイベントとかで顔出してほしい。ミークラオリウマ娘と違って元ネタありだから掘り下げしやすくもあるし難しくもある。本当強かったこいつら、しっかりしてあげないと普通に負けるし。ゲストというかオリジナルウマ娘たちをいつか育成したい。ミークとかリトルココンとかライトハローとかみんな可愛いんだもの。全面的に同意だがハローさんの育成シナリオは、こう、お辛いことにならんかね。モンジューをムキムキにモデリングしたの攻めたなーって思う。くずみ先生はこれが当たり前だと申してます。先行で育成してるとどんだけ捨て持ってても何回か負けることがザラにある。中距離以外の育成もできなくはないけど固有が強いとか外専門とマッチするとかないとだいぶきつい印象。次はアメリカかイギリスか。全員太ももの晒し方が品が良くて好き。モンジュー服パッツパツだな。モンジューの股間の隙間の三角好き。ミークとかココグラも再登場したからドバイ襲来とかで使われそうな気がする。もしミークが育成シナリオ来るとして問題はトレーナーなんだよな。俺が騎竜員になる。新規でやる人はなかなか勝てないだろうなこれ、と思いながらコンティニューをしてる。リガントーナエッチだしいつも脇見せてくれるから好き。全員勝負服めちゃくちゃに凝ってるのすげえよ。せっかく作ったんだからもっと出て、サポカくれ。トレセン学園に留学って形で青春杯に参戦してこないかな。スパークちゃんも成長したらお化粧するんだろうか。モンジューのこの二の腕に勝るとも劣らぬ下半身が最高っすね。次のシナリオでも海外レースだったら何かしらで出てほしい。次のシナリオからは普通にジャパンカップに来るようになるんじゃね？裏ボスモンジューと当たるのが当たり前になって表ボスであるリガントーナの影が薄いの悲しい。もうちょい、もうちょい弱くあってくれ、って願いながら育成してる。自分的にいい感じに言ってる場合でもギリギリ負けたりする。今みたいに次に向けて短距離馬作ろっかなーって時だとクラシック外専門マジふざけんなってなるなった。最下の褐色でカパイ好きの性癖が隠しきれてない。モンジュー育成は無理なんかな。トレセンのジャージ着てる姿見たら笑いそうだが。モンジューのプロフィールも公開してくだち。育成は無理でもサポカでいいから欲しい。NPC 枠ばっかり褐色馬娘が増えるのずるいと思う。そろそろ誰かは追加されそうな気がする。まあクリスエスとアマさんだけでも割とありがたくはある。正直モンジューみたいな女が一番好きだわ。化粧バッチリ決まってるのいいよね。いい感じに育ってたカレンちゃんが普通に目覚まし使い切ってマジかよ、となった最近。サポカなら特に文句も言われないと思うし衣装イベントで出てきてくれてもいい。グルサポでトレセンに来てくれないかな。VR 合同練習をサポカとかのミニイベントに入れられれば出番増えるかもしれない。まずはライブシアターで呼び出せるようになってほしい。めちゃくちゃトレセン温度踊らせたい。リガントーナの原作実装されないかな。リガントーナはなんか不思議ちゃんっぽいことくらいしかわからない。ラモーヌとは相性が良さそうな気がする。実装はできてもストーリー作るのが難しすぎるんだろう。ベニュちゃんは今まで出てきたオリキャラの中でも特に刺さるデザインだったんでサポカかなんかで実装してほしい。ベニュスは多分元ネタがあの子だからなんとか王族と渡りをつけてくれ。いつか海外トレセン学園編できるくらい欧州やアメリカとかそこら辺を充実してほしい。クラシック負けたのにシニアでなんかモンジュースいることあるのなんで。期待度が一定以上で出現だっけかな？化粧濃くてアイシャドウあるの好き、女帝みたくみんなアイシャドウ入れて。別衣装とかでアイシャドウ増えてほしいね。明らかにモンジューは他の子よりがたいがいいのがとてもとても嬉しい。ライアンにこのボディ使い回してほしい。この手の美少女コンテンツでマッチョ描写が許されるの本当素晴らしい。
中距離育成なら負ける気はしないんだが、それ以外の距離だとスキル不足でちょくちょく負ける。まあこいつらが強いのは確かなんだが、それ以上にロンシャンがね。ロンシャンは誰出しても加速外付けできてそこそこ走れるから、改めて日本の競馬と凱旋門は別競技だなって馬娘ですら感じてしまったわ。モコモコにくるまれてるリガさん見てみたい。オリウマみんなサポカに来てもいいよね。ベニトレブちゃんはオルフェと早く戦わせたい。リガントーナさん見て思ったが、前誰ってやっぱエッチだと思う。ダート組の因子周回するならもうラークしか考えられないから、まだまだお世話になりそうだ。ラークの育成テンポとしての雑な上がり方の気持ち良さに慣れて地に行けるか不安ではある。モンジューはイベントでスペと絡んで日本観光とかしてほしい。デザイン込みでめちゃくちゃ魅力的なライバルだと思うわ。モンジュリスペクト精神を持つラスボスっていいよね。メインストーリーでもいいレースしようぜと楽しかった、またやろう、みたいなことばっか言ってて好き。ハチャウマに来ないかな。ハチャウマもまた私有やるらしいな、発売まだ？ JC のムービーでスパートかけた時の怪獣が来たみたいな BGM 好き？ L が大手配ってくれたし、先行差しは結構自由にやれてた。L が不遇だな。向き不向きはあるけど、基本誰出してもそれなり以上に遊べるから遊ぶ分には楽しかったよ。強さはともかくシナリオの速さは超えるのほぼ無理だろうな。逆にラークはもうちょいターン欲しいなという気持ちになったよ。最後に JC カーリまで凱旋して終わりでもよかったかなとは思う。モンジューさんはギリシャ彫刻みたいながたいしてて美しいよな。褒めてんのかそれは。オベニャスの正統派デザインっぽさすごい。馬娘のオリキャラ勢はもっと出てもいいよね、イベストとかで出して。散々言われてるんだろうけど、モンジューってまんじゅうみたいだよね。ベニュスパークはオルフェシナリオで顔を見せてほしい。プレイヤー担当馬娘以外はほぼこの3人固定だけど、他の日本勢が掲示板割って入ることあるのかな？週1くらいでモブちゃんが4着なってる、日本勢は見たことないな。万が一にも先着したら話が変になるからなのか、びっくりするほど捨て低いからね、凱旋門賞の日本勢。シニア凱旋門の日本勢はかっこいいカットインあるけど、悲しいくらい弱いからな。モブより弱いの辛い。モブでも元ネタソットサスやエネーブルかもしれないから。L とか中山は2着に来れるステータスでも良くないか、とは思うけど、そうしたらうっかり勝っちゃうしな。新シナリオが来たとしても、短距離組の因子周回でどうせラークは回るんだろうな。そっか、来月にはもうお別れか、新シナリオもこれくらいの快適さだといいんだが。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。